この曲から23年ロックミュージシャン世良政則が原点に帰ろうとしている。なんて言うんだろう、やっぱりツイストが例えばあと2年とか3年後にデビューしてたらもっと続けられたと思うんですけど、すごい一つなんかこういい意味でも悪い意味でもその革命児みたいに思われちゃってたし、だからそういう意味ではその3年半約4年間ぐらいで10年分はもうやっちゃったかなっていうことは確かにメンバーと話したことがありますよね。だからきっと今日も今からそのライブっていうかプレイをするんだけども、そこにロックがあると信じるしかないっていうかね、どんどん言葉で片付かなくなってきてる、そんな気がしますね。あ、すごい。東京での初ステージが日本武道館。しかし今はギター一本でのライブ活動。この5年彼の曲は1曲もリリースされていない。しかし世良はいつの時もロックミュージシャンだった。おお、たどり着いた。またすっごい椅子だな。なんかロックだねっていう。その自分はいつだって作りたかったし、いつだってリリースしたかったし、そういう意味ではすごく悔しかったし、リリースできない自分っていうのに対してもその悔しかったしね。ただそれが否定とか批判とか落ち込むとか絶望とかそういうものは一切なかったね。俺には弾くギターがあって、立つステージがある。5年間の沈黙の果てに世良政則が選択した道。今はそういう5年間の自分っていうのをぶつけるためにはあえて自主レーベルの中で、自主レーベルでのリリース。今の自分の中にあるロックを聴いてもらうために一枚一枚自ら売り歩くことも辞さない。見つめていた濡れた。ロックミュージシャン世良政則の覚悟がそこにあった。振り向きはしない、寂しい背中を信じていた。目の前に伸びるこの道なんだと Against the wind 風の歌が聞こえるか。世良と音楽の出会いは3歳の時。やんちゃ坊主だった彼を心配した母親がバイオリンを習わせたのがきっかけだった。そして15歳、ロックに目覚めた。高校2年の時結成したロックバンドを大阪芸術大学在学中にツイストと改名。ライブハウスや学園祭で活躍する中、運命の一曲が生まれる。あんたのバラード。ハスキーな声でシャウトするロックミュージシャン世良政則は一気に頂点に上り詰めた。世良にこれといった趣味はない。時間があればいつでもギターを弾いている。今の自分の音を求めている。そのストイックさゆえにこの5年間の苦しみもあった。いろんなギターを弾いてみたいとか、その出会ってみたいっていうのがずっとあったんですけど、
最近は弾くギターが欲しいっていう方向へちょっと変わってきてますね。僕らの年代になってくると、やっぱスタッフにしてもそうだし、そのちゃんと付き合っていける形っていうのを、その楽器にもなんかこう求めるようになりましたよね。あんたと暮らした2年の日々を今さら返せとは言わない。今新曲のリリースがないので、もちろん今それに向けて自主レーベルを立ち上げようとしてるんですけど、昔自分がこう感じたりこうしていたことの、まあ要するに昔の曲がその最近になってこうすごくリアルに蘇ってくるっていうか、その書いてる時より今の方がこう切なさとかこうその曲に込めた思いみたいなものがすっごい自分で歌って自分で感じるんですよ。人の曲みたいに。あんたの歌う世良正則44歳、新たな音を求めてギターに向かう日々が続く。